般的な人々の話し方の特徴と、その欠点、そして現代の教育の欠点に話をすると思うんだけど、トリガーの人の話が分かりづらいのは、その話すときに使用する話している内容と関係する学問や知識に関することを分かってないと分かん、伝わらないような話し方で話をするんだけど、全く伝わりづらいって言われて、だけどその代わりそれいけないことなんだけど、話してる一般的な人々の頭の良さとか知識の量が足りなくて、でそういう人たちが何か分からない人は分からないっていうふうな風に完璧に思っていて、その限界というか特徴というのは基本的に弱点を共有してるわけです。そこが悪くて、でそれと地頭がいいところがアスペルガーの人は全員じゃないけど、あるとして、そういう人がいいとする、そういう人がいいとする、まさに自分の方なんだが、そういう場合に地頭がいいからもともと結構学びやすいし学問を理解しやすいしっていうのはあるのに、そういった違いを認めずに、人は最初は分からないまま分からないんだからっていう、バカな人に、ある意味バカで無教養な人に押してけまわなきゃ何も分からない人に会ってできるから、ちょっと第二分かりやすい人に第二分かりの教育に入れてもらえたらそれが良くない、第二分かんない教育も必要なんだって言いたかったです。だから私は学校に行くと上長だし、学校行くじゃなくて民主の間開発することを決めたんだ。学校親から学校もまだ今の時点でも社会は愚かだから、なぜかというと認知科学ってものが分かってるのにそれが取り入れてないから、だから人の障害があるかないかでしか見ない。アスペルガーとか発達障害とか精神病とかそういう人ない人でも脳の特徴はあるし、そういう違いも認められていない。私の場合は障害者にも入れなかったし、カウントされなかったし、健常者にもカウントされなかったし、ちょっと微妙なんで、なんか困る。だから自らハードル下げて障害者の側に立つことにしたんだけど、障害あり障害なしっていう単純な枠でしかこのように実際考えられない、実際にちょっとおかしいし、ミスターが取り入れられてるとは言えないんだよね。そしたら合理的な判断できないし、人たちは不確かにできない。
story, mate. Attention. There is a new kill leader. Reloading. I have been named the kill leader. Use the shield so much effective here. One sec, healing up. 正確に支障があるかどうかだけで判断して、それで支援をするかどうかの一か二かを決めるということは、無理して周りに合わせているかどうなのっていうふうになるから、でまあまあ私はそういう意味じゃなくて、そんなにどうなのっていう考えで障害者枠で働くんじゃなくて、合理的にむしろ私は障害を作り出してやってる。どういうことかっていうと、弱点をあえて作り出した方がいい。弱点を作り出して、ここは弱点ですとかを目安にして、長所をたくさん作って、その弱点と伝えて障害と伝えて障害を作ると、障害っていうふうには周りに認識されるし、ヘルプが入るしアシストが入るから、それで長所の分がだいぶ入ると、自分の長所を思う存分伸ばすことができて、それをむしろ自分にとってプラスになるような、周りにとってもね、社会にとっても。そうやって私は巻き返すつもりだっていうね、これ嬉しい。そう考えると、障害がある方が疲れてて、攻めが高い場合もあるし、考え方もできるじゃないですか。ノブシャブリンじゃないけど、ワンフォーオーを怖いですね。えらみたいな。だっけ。Marking our surroundings. Recharging my shields. Here comes the owner.